はい、やっと晴れました。はい、こんな感じで晴れてます。大変だったね、豪雨ね。うん、青空。やっとギアも全部拭き終わって綺麗な状態になりました。これがね大変だね、雨降った後はね、うん、でサンダルとかもなんでかタープの下にあるのに全部汚れてて全部洗ってきました。すごい吠えてる。晴れてるとね、めっちゃ綺麗なんだけどね、うん、全部ドロドロだったな、ギアが。いやでも気持ちいい、やっと暖かくなってきた、ね、うん。はい、じゃあ今日はコンビニ行ってご飯早めに食べて、軽井沢の星の屋の、はい、トンボの湯行ってお風呂入ってそのまま帰ってきてね、ゆっくりして最終日を迎えようと思います。そうだね、焚き火しながらお、ね、さあ、うん、ほろ湯飲めたら最高。そうだね、臭いか、せっかく上がったの。まあね、まあ、焚き火マニアのね、秋が焚き火したいだろうからね。うん、焚き火したい。うん、てか別にさ、夜しなくたってよくない？今したっていいんだよね。今したっていいと思うよ。ね。うん。はい、今日はめっちゃ気持ちいい一日になりそうです。テントもだいぶ乾いてきました。いや、すごいな。晴れたね、エル。エル晴れたね。あ、服脱いだから歩こうよ。あ、ノアいなくなっちゃったよ。あっち行こう。エル、あっち行こう。エル、あっち行こう。ノアいなくなっちゃった。エル、エル、キープしてる。行こう、行こう。今キャリーザさんは充電中です。で、いろんなものね干してんだよね。濡れちゃったからね。テント内もだいぶこう水が滴ってきてたんで、インフレータブルマットも濡れちゃったんで、今全部ノアとエールのベッドも含めて干してます。だいぶいろんなもんが濡れたね。そうだね、うん、すごいね、日が出てるね。ね、めっちゃ日が出てるね。気持ちいいね、今ね、風が。このまま続けばいいね。ね、じゃあちょっとゆっくりしようかね。ゆっくりはできない。ゆっくりできないな。まだゆっくりはできない。まだゆっくりはできない。次なんだっけ？次に買い物行っちゃおうかなと。ああ、そっか。あ、そっか。夕飯は買い物行かなきゃいけないな。
そうそう、コンビニ、そうそう、それで巻き買って、うん、あとはもうゆっくりできる、うん、夜まで。分かった、そういうのがいいっしょ。うん、じゃあ買いに行こう。うん、カップそばと焼きおにぎり食べます。で、秋はこれから一人で焚き火の準備です。あ、でもなんかやっとつきそうだね。ついたと思う。あ、ついた。はい、じゃあそろそろ夕食の準備していこうと思います。ちょっともう秋がご飯炊き始めてくれてるんで、今日はコンビニ飯を中心にやってみようと思います。ちょっと冷凍食品なんかも含めていろいろ買ったんで楽しみです。いろんな種類味わいたいと思います。え、喧嘩してんの？なあ、喧嘩してんの？遊んでんの？エル、遊んでんの？はい、じゃあ鍋焼きうどんまず完成です。で、今秋はまた次の食材を投入中でしょ、それ。うん、餃子、冷凍餃子、うん、セブンイレブンとローソンでね、今回買ってきたんだよね。そう、でもチンのやつだからさ、うん、ちょっと理解しよう、うまくいくかがね。うん、で、ご飯を炊いてつまみをたくさんみたいな感じだね。つまみをたくさん、そうだね。では食べますか。はい、じゃあ鍋焼きうどんいただきます。さっきこの間食べてね。うん、あ、結構こねてるね、うん、周りがね。まあでもいいんじゃん。もう食べれるところは食べていただいて。うん、大丈夫？うん、ちょっと焦げ臭いけど。あ、でもそんなに言うても。そうだね、ほら、うん、ほら、まあ、焼きおにぎりだと思えばね全然ポジティブで、こっちは何？ハンバーグ。あ、ハンバーグか。ハンバーグもね、レトルトの買ってきたんだよね。うん、あと、もつ鍋があるからね、あっちに。そうだね、うん。この後ね、お風呂行くからね、俺ほろ酔い飲めないけど。そうだ、うん、餃子だいぶ雑だけど焼きがでも美味しそう。熱い？うん、あ、じゃあいいね、うん、じゃあいけんじゃん。いける。じゃあ食べよう。冷凍で温めるだけの餃子だからね、うん、基本はね。うん、
ジョハンもう食えるんだよね。そう、食べよう。うん、いただきます。いただきます。餃子が無性に食べたかった。でこれか、醤油。うん、醤油入れた。うまい、うまい、おいしそう。このハンバーグ、ローソンのハンバーグ、ローソンのハンバーグ。うまそう、うん、すごいね、コンビニ飯って。すごいよね。うん、でそれがビーフシチュー。これにかけたら美味しいでしょ。ハンバーグにビーフシチューをかけると、うん、すごいね。うれ、すごいね。美味しそうじゃない。うん、美味しそう。な、すごい匂い、ビーフシチュー。いいよ。ありがとう。うん、すごいじゃんこれ。じゃあハンバーグとビーフシチューいただきます。うん、めっちゃうまい。うそ、成功。うん、超豪華な感じ。あ、スプーンいる？うん、ありがとう。最後のさ、キャンプ、うん、最後の日だからさ、うん、豪華なの。豪華っつっても何も作ってないけど、うん、品数が多いんだよね。そうだね、食べたいものを今日食べる。うん。餃子好きだからね。うん、大好き。ここでもうまい。硬い。硬い。焼きおにぎりそんな感じだから。そうだね。うん。で、今温めてるのがローソンのホルモン鍋。そんな大きくないでしょ、ハンバーグ。うん、ちっちゃい。うんうん、美味しいよね。うん、ビーフシチューの味もすごい美味しくない？うん、ね、美味しい。あれ、お弁当のハンバーグみたい。うん、うん、まあ、ハンバーグだけの味がちょっと分かんなかったけど、ビーフシチューの味が強いからね。そういうこと。うん、美味しい。美味しいよね。うん、ホルモン鍋完成しました。美味しそうだね。ね、味噌なのかな。あ、なんか味噌っぽいね。うん、さっきまでそんな感じしなかったけど。いただきます。いただきます。美味しい。美味しくない。うん、持つって感じ。俺結構好きだよこれ。うん、あんまり好きじゃない。ほんと？あの、居酒屋で出てくるもつ煮だね。あ、七味唐辛子入れて食べると超美味しいんだよ。あ、持ってきたよ。これから、なんとかトンボの湯向かっていきます。はい、初トンボの湯ね。すごいおしゃれだね。すごいおしゃれ。日中行きたいね。うん、日中も来てみたい。うんうん、日中おしゃれだろうね。混んでるね。混んでるね。並んでるよ。どうだった？え、私を映してるの？うん。そっか、そっか。今 LG だった。こ
かったね。いやめっちゃ良かったね、うん、めっちゃ良かったけどさ、お風呂なんかシャンプーもさ、すごいなんか高級なシャンプーじゃなかった？使ってない。ほんと？めっちゃ高級なシャンプーだったよ。高級なシャンプーって何？あ、もう匂いとかすごいいいやつそういうこと？うん、でボディーソープもめっちゃ良かったんだけど、だけどさて俺これ帰ってきてさ、うん、サンルーフ全開でタバコ吸ったの。そしたらさ、めっちゃ取り込んだって。マジで？頭にここ、うん、バカじゃん。だからまた帰ったら洗わないと鳥糞が落ちてきたね。あれなんかさ、虫が落ちてきたのかなと思ったの、ポンってきたからさ。でえ、どうやって開いてたの？前回に。あ、タバコ吸ってたからね。あ、そう、あ、そっか、前回に開いてて、でなんか落ちてきたなと思ったから、虫だと思ってパッて払ったの。そしたら何もなくて、えっと思って、でなんか後でこうやって下向いた時に毛束でこうパサッと落ちてきたんだよ、毛が。え、なんで毛束と思って触ったら濡れてんの。え、なんで濡れてると思って、ドライヤーで乾かしたのにと思ってよく見たら、なんか鳥糞みたいなのくっついてベタベタしてだね1550円の意味本当だよ。だからとりあえずキャンプ場帰ってまた洗います。はい、じゃあ頭洗ってきました。そして秋はこれのあの散歩だね。顔映んないよちょうどよかったあとはノアの散歩行ってくれます。でエルは俺とお留守番だよね。エラ歩かないからね。はい、じゃあそろそろ運転がなくなったんでほろ酔い飲もうと思います。一緒に。はい、じゃあほろ酔いのラムネサワー飲みます。エラ飲まないでしょ、これ。はい、今日最終日なんで多分これが最後のほろ酔いになりそうです。5泊6日、まあ今日5日目で、明日最終日なんですけど、長いようで短かったですね。ただまあ去年みたいに、去年2カ所白馬とこのアウトサイドベース来たんですけど、やっぱり設営撤収っていう移動日がなかったんで、その点ではめっちゃ楽でしたね。本当にここにずっと5泊いるだけなので。だ今回ちょっと雨が降って、まあ、初めてのテントっていうのもあって、まあ、テントから、まあ、雨漏り、その多分縫い目のところなんですよね、ルーフの縫い目のところから漏れていて、でメーカーさんに確認のメールとかもさせていただいたんですけど、これ不具合じゃないみたいなので、まあ、なんかコットンのテントだと結構あるというか、なんか最初に 2,3 回綺麗な水を、まあ、なんか霧吹きかなんかで吹いて、なんかなじませる作業が必要だったみたいで、まあそれをすれば大丈夫なのか、であとは慣れてる方だとワックスを塗ったりとか、あとはこのメーカーさん、サーダテントを作っているメーカーさんからもその雨カバーみたいなのが出ていて、でそれをやれば、まあ、万全だということだったので、まあ、今度はちょっとその雨カバーを買ってみようかなと思います。まあ、今回ちょっと結構テントの中水入っちゃったんで、まあ、シュラフが濡れてしまったりとか、まあ、床が濡れてしまったりとかっていうのが結構あったんですけど、ただそれがちょっと夜中だったんで、まあなかなか、まあ眠れなかったりとか、ちょっといろいろあったので、まあ大変な感じでしたけど、まあとは言っても5泊6日、まあ秋も楽しく、まあエルやノアなんかもね、楽しくいられたね。ということで明日は撤収日となりますので、明日また最後に動画を撮ってまとめたいと思います。はい、最後のつまみ。サバうまそうだ、うん、サバ缶をただ温めて食うだけだね。うん、
プロレスしてんの？またプロレスしてんの？じゃあサバの味噌にいただきます。超いい匂いするんだな、うん、これ缶詰温めて食べるだけっていいね、うん、最初の頃よくやってたよね。やってた、うん、ちょっといつも違うシーン濡れてるから可愛くない。